はいどうも、カップ園長です。じゃあ、この動画ではね、川勝静岡県知事。といえばもう、リニア、リニア妨害、なんか新しい単語出てきたんですよ。聞いたことあります知ってますかねリニアストッパー発動だって。<laughs> 面白いじゃねえかよ、い <laughs> リニアストッパーだってよ。でね、今度、そのね、こう何をネタにこのリニアストッパー発動したかっていうと、すごいよ。 っていうかこれ最初の頃こんなこと言ってなかったっけ絶滅寸前の川魚を守れだってもうなんかさ、ね、もう静岡県の方の中で、ね、この人を支持しているあるいはこの人は支持していないけれどもリニアは必要ないと感じている、ね、そういう方はそういう方で別にいいと思います、ね、別に否定はしないですよ、うん、でもすいません この人はもうそろそろ逮捕した方がいいぐらいのレベルだと思いませんうん。リニアストッパーじゃないよね。本当まあいいや、ちょっとね。だってリニア工事と無関係なんですよ。絶滅寸前の川魚を守れって、もうただ、本当ただの難癖ですよね。いやー、すげえな。こんなんでリニアの妨害続けるんだ。なんかさ、これもう明らかに、 おかしな発言、おかしな行動、いわゆるこの利的行為とか外観誘致に当たるような、えだってこれだって結局さ、親、ね、方、ね、中国倒産があこのリニア世界一、世界初、世界最速っていうのをやらすために、ね、このだだこねて、なん癖つけて嫌がらせして、ね、日本をこのなんかリニアプロジェクト妨害してるんでしょ、うん、え、普通に罪にと問うべきじゃないんですか 国家反逆罪ととかでいいと思い思ますけど、普通に。ね、せめて外観誘致だよね、うん。問答無用で死刑に死罪に、うん、すべきでしょもう。じゃあ単純にメリットデメリットでもいいですよ。この人が知事を続けることが、ね、静岡県に限らず、ね、日本社会にとって、えー、プラスなのかマイナスなのか。 え客観的に、ね、好き嫌い関係なく客観的にデメリットの方がはるかにでかそうな気がするんですけどわ、まあ、かんない地元のこの静岡に、ね、この生まれ育った人、ね、この人を支持している人にとっては全然また違う見解も出てくると思いますからなんともねあの所詮高々僕が適当に適当ではないですけど僕が思うところを喋ってるだけなんで、ね、正しい正しくないわまた別の話なんでねあれですけども。 いや僕はもう外観誘致が適当じゃないかなって思います普通にうん少なくとも日本国民のためになんかこの考えて、ね、発言している行動しているとは思えないですうん私服を肥やすためからの、ね、中国倒産のためでしょうちょっとね内容見ていきましょうかリニア妨害をだってもうメディアにもうリニア妨害って書かれてますからね えー、を続ける静岡県の、えー、川勝平太知事が、えー、今度は JR 東海に対して大井川で絶滅寸前の川魚を守れと主張していると <laughs> え魚だってさしかもねなんかそのその辺地元に詳しいジャーナリストの人いわくそんなもん工事前から、ね、個体数はもうほぼゼロに等しいのに そんなもんの保護をね、JR に求めるなんてもうおの違い、ただの嫌がらせだろうと。なんか理由になるような、なん癖つけられるネタねえかなっていう、そういうことですよね。うん。いやもう、逮捕しようよ。<laughs> これは逮捕しなきゃだめだよ、うん。だってもう理由、ネタは何だっていいんだからさ、ねえ、うん。あまりにこんなでたらめこき倒してるこの自治体の長はもうだめだよ。 この人そのまま知事やらせてたらなんかそういうルール作ってくんねえかなねだからいわゆるこの,あの政治や連中なんかのさ例えばこの不逮捕特権もそうだけどさなそういうのいらないよねよくよく考えたらさえ人気中だろうがね国会が、ね、開いてようが閉じてようがね犯罪は犯罪だろう、ね、ダメなものはダメじゃん うん、嘘は嘘だしさ、ね、詐欺は詐欺だしさ。うん。でも、堂々とね、おかしな真似し腐ったやつは、もうとっつかまえてぶち込んで始末するべきだよ。うん。だって、そもそもだって、はなっから特権階級でもなんでもないじゃん。ね、僕は、もうちょっと乱暴な言い方になりますけども、ね、われわれ有権者のあ、選挙で選ばれた人たちね、われわれ有権者の、ね、この、信任のもと、 我々一般日本国民の代わりにね、政治労働。労働者。我々の代わりに政治。政治っていう、なんかこの、なんていうんだ、業界、業界っておかしいな。我々の代わりに政治労働に努めなければならない。政治労働者ですよ。うん。ね、選ばれた人間って、なんか意味吐き違えてるやつが多すぎるよね。うん。 別に偉そうに踏んどり返って先生先生言われて鼻の下伸ばしてるようなのはいらないんだよ、うん。あ,まあちょね話それましたけどね、うん、なんかもうでたらめこき倒して、ね、とりあえず何でもいいからもう妨害していますよと、うん、むちゃくちゃだよなだからもう国の有識者会議の結論が出るのを妨害したくて今回こういうことをなんか何か難癖つけたんだってさ、うん いやだからもうね今後この人がね何を言おうがなんだっけな大井川の大和イワナっていう名前を出してきたのかなうんだってほうを云んじゃなくてこれあの食べろっていう静岡県県としてこの食べろっていうそういうあの話をしてたと思うんだけどだからそこでもなんかねあの矛盾してるよねうんねえ ヤマトイワナを守れじゃなくて、ね、県はヤマトイワナ食べよう取って食べようっていうそういう立場ですよ、本来は、うん、だから、もう妨害目的だけの、ね、意見書を5回も送りつけてるんですよ、静岡県はだから事実がどうとかじゃないんですよねだからもう完全に反日売国勢だよね。うん いやこういう人はさ別にこの県知事に限らず、うん、こういう人はもう逮捕しなきゃダメだよ、うん、なんかのこの舵取りとかなんか責任あるこのなんかポジションで仕事させつだって仕事なんかしてないんだから本来本来やらなきゃいけないそういうルール作んなきゃもうダメだよね、うん、だから選ぶ時もなんかおかしな人が選ばれないようにはルールに変えてもらう必要もあるし ね、万が一選ばれちゃったあるいはこの途中でなんかさねこのなんか売国面に転落みたいなそういうやつらの場合はもう途中で、うん、問答無用で終了させられるようなそういう、うん、ルールが必要だよもう、うん、なんかそういうの,この作り変えることってできないのかなやっぱこの憲法改正とかする必要があったりするのかな とりあえず川勝支持は今すぐ変わってもらった方がいいと思います。今回は以上です。